速報です。ピノコニーの調和セレモニーのカウントダウンが始まりました。クロックボーイが刻む時計の針の音とともに12システム時間後、この祭典は盛大な幕開けを迎えます。言ったじゃろ、何かあるならちゃんと話し合って解決しようと。悪いな、ケムクジェラのチビ。マジで大事な用があって、こういうやり方で頼むしかねえんだ。自分が何をしているのかは分かっているようだな。なら、俺もこんなことをするリスクについて警告しよう。兄弟、何そんな格下してんだ？こんなのただの挨拶だろ？これが最後だ。お前の正体と来た目的を話せ。俺はブートヒル、巡回レンジャーさ。巡回レンジャー？そんな驚くようなことか？幽霊でも見たような顔しやがって。巡回レンジャーは全滅したとでも思ってたのか？まあ、長いことなりを潜めてたんだから、そう思われても無理ねえが。巡守の義教集団なら、請求列車をトレインジャックしたりしないだろ。まだ何もしてねえだろ。銃を持って人と話したら、全部トレインジャックになんのか？普通、そうなるじゃろ。銀河には、巡回レンジャーの現状に関する多くの噂があるが、正直どれもいい話ではない。お前を信じるのは難しいな。笑わせる。まったく頭の足りねえベイビーどもは話をでっち上げるのが好きらしい。中には巡回レンジャーは全員原始博士にテナガザルに変えられて、どっかの谷までブランコに乗って遊んでるっつう話まで。まっ、あんたらが信じないのは百も承知だ。もちろん俺もあんたらが本物の七死人だって簡単に信じたりはしねえ。この銃の弾丸見えるか？9mm、永遠のクラシックさ。今の俺は請求列車の助けを必要としてる。だがもしあんたらがあいつと同じように偽物だったら、この弾丸は俺の頭に打ち込まれることになるだろう。そんなリスクを負うわけにはいかねえ。ってことで、まずはそっちが証明してくれ。おい、どこ行くんだ？これが何かわかるか？はあ？そいつは血明局長！ベイビーが、先週はマジでそいつをあんたらに渡したのか？ベイビー？これは先週ラフのケーゲン将軍が列車に送った局長。これが列車にあるということは、先週同盟が請求列車の身元を認めているということだ。これでは足りないか？上等だ、ガキ。どんだけ離れたところにいても、軽く握るだけで何千何万もの運気軍を呼べる。ホーリースイート、マジですげえな。次はお前の番だ。巡回レンジャーは表舞台から長く離れすぎてて、そういうお墨付きみてえなもんはねえんだけど、こういう状況には慣れてる。解決方法は至ってシンプル。さあ、何でも聞いてくれ。俺の答えであんたの信頼を得られるか見てみようぜ。追い出すのは本気で怪しいと思ってからだって遅くはねえだろ。なぜこちらがお前に会わせなければならない？俺が本当に巡回レンジャーなら会わせておいて損はねえぞ。巡回レンジャーとはどんな組織か言ってみろ。兄弟、そりゃ難しい質問だ。俺らは組織とは言い難いからな。
強いて言うなら純種の運命を歩んでて自分が信じる正義を持ってる。んでもってあんま普遍的価値とやらに歓迎されてない奴らの集まりってとこか。そんな答えでは信頼を得るどころか、お前の立場をさらに悪くするだけだ。あんたが聞きたいのは共通の信念とかそういうやつだろ。だが巡回レンジャーねんなもんは必要ねえ。俺らが集まるのは共通のラインがあるからだ。弱者をいじめてはならない。罪のない者をむやみに殺してはならない。こういうのは別に高尚な信念なんかじゃねえ。正真正銘ただの人として絶対に超えちゃいけねえラインだ。巡回レンジャーとして俺らはそのラインだけを守ってる。そんで誰かがそれを踏みにじろうとするたび、巡視の報復がそいつのところにやってくるのさ。その時ラインのもう一つの意味がわかる。それに触れさえしなければ何をしてもいいってな。わかるか。二つ目の質問だ。なぜ請求列車にトラブルを持ち込もうとする。言っただろう、あんたらに迷惑かけるつもりはないって。ちょっとした用があってピノコニーに行かなきゃなんねえんだが、招待状がないとファミリーはホテルにも入れてくれねえ。だから七死人の肩書きを借りるしかねえんだ。あんたらがファミリーのゲストだってことは銀河中が知ってるからな。巡回レンジャーもそうじゃろ。お、マジでそこが肝っつうか。だから俺はここに来たんだよ。あんたらだから言うが、俺らは偽物を追ってるんだ。俺らと同じ見てくれをした偽物ちゃんをな。その女は今ピノコニーにいる。俺の情報源はメモキーパーだ。奴は他のミーム生物と同じように突然現れ突然消える。このラブリーがビビらせてくれるぜ。だが確かに重要な情報を提供してくれた。巡回レンジャーになりすましている人物とは誰だ。それは三つ目の質問か。答えられないのか。いや、そうじゃねえ。ただ言っても信じてもらえねえだろうと思っただけだ。そいつはヨミと名乗ってる。俺らの協力者によると奴はおそらく虚無の指令だ。それはありえない。だから言っただろう。ま、無理もねえさ。俺もこの話を聞いた時はあんたと同じ反応だったから。イックスは誰にも視線を向けない。これは常識だ。祖が凡人に力を授ける理由などどこにもないからな。なら司令が自分の身分を隠せることも知ってるだろう。ほとんどの奴にとってはむしろその方が都合がいい。さもないと銀河の殺し合いの大舞台に上がるばかりか歩むべき運命に背くことになるからな。昔俺は愉悦の司令に会ったことがある。見た目だけで言えばあれはあのピエロ連中と何も変わらなかった。運よく相手を酔いつぶせてなけりゃその正体があんな大層なもんだとは分からなかっただろうな。純種みてえに一番単純なのでさえ光の先週同盟と影の巡回レンジャーとに分かれてる。結局運命なんてもんは人間が作り出した概念で俺らの認識を超えるもんは必ず存在してるってことだ。虚無の司令が存在しねえと思うのは俺らが十分に虚無に染まってねえからかもしんねえぞ。これでわかったろ。今あんたの仲間は危険な状態にある。かなり危険だと言ってもいい。まだ信じられないならそいつらにメッセージを送ってみろ。どっちにしろ急いだ方がいい。何しろ俺らには無境の中で何が起こってるのかも
あのメモキーパーの話がどこまで本当かも、あの読みってやつが何を考えてるのかもわからねえんだからな。私は何もするつもりはない。それは君が決めることではない。知っているか、初めて夢の地を訪れた者は無意識のうちに足を止め、己がまだ固い地面の上に立っていることを確認する。そして一様に空を見上げるんだ。現実であろうと夢であろうと、空を見上げるのは人間の本能。黄金の時が完成したその日から、それはずっとそこにあり、道楽に溺れる夜を見守ってきた。しかし今この夜空は無情にも切り裂かれ、虚無の陰りに染まった。その過程はたった一度の斬撃で終わってしまった。一度、それは正確ではないな。正しくは二度。ただ二度目の斬撃が早かっただけだ。重要なのはそこではない。この宴には多くの招かれざる客が集まっている。たとえ調和が万物を抱擁しているとしても、ピノコニーの平和のためにはその中の何人かにはお引き取り願うしかない。宴の星に君の居場所はないんだ、虚無の人形よ。影の中に生きる者は光に照らされた舞台に立つべきではない。影の中に生きるという点において私たちに違いはないはずだ。少なくとも他人と話すときは本当の姿を見せるべきだろう、ピノコニーの夢の主。君をとどめておけない理由がまた一つ増えた。君が信じようと信じまいと、これが本当の私だ。むしろ全員が本当の私と言える。これがファミリーの言う一つにまとまった心か。私の肉体はとうに消え去った。今は王府家の107,336 人の子供が私の目となり、耳となり、口となっている。必要な時には私に代わり、この美しい夢の中でハーモニーを広め、また必要な時には私の代わりにこの楽園から悪を追放する。それは私にピノコニーを離れるよう頼んでいるんだな。身の程をわきまえているようで何よりだ。だが残念ながら頼んでいるわけではない。自分にできると思っているのか。
私を脅しているのか。ああ、今のは質問じゃない。ただ、事実を述べただけだ。私の正体を知った上で悪意を見せる者は、あなたが初めてでもなければ、最後でもない。同じような状況は過去に何度もあった。ほとんどの人は、先ほどのような問いに対して勇ましく、できないとでも、と反論する。だが、結果はいつも、できないなんだ。自信があるのはいいが、忘れないでもらいたい。ファミリーは謙虚だが、決して軟弱ではない。調和の音は宇宙に響き渡っている。仮に君が従わず、その超党を少しでも鞘から抜けば、一生、エターナリオンの怒りから逃れられないだろう。そしてその前に137人、これは私が夢の主となってからこの手で追放した異邦人の数だ。彼らの中には私の総欲を追った者もいれば、私の肉体を焼き尽くした者もいる。しかし、私は今もなおここに立っており、その数字を増やすことも厭わない。あなたは死に向かう。正確には、あなたたち全員が。だが、そんなことにはならない。あなたの言う通り、ここから立ち去ろう。とても賢明な選択だ。他に選択肢はなさそうだからな。確かに、君にとってはそれが唯一の道だろう。忘れるな。君とピノコニーは異なる世界に属している。彼岸に生まれた者は、此岸に居場所を見つけることはないのだ。立ち去れ、そして永遠に戻ってくるな。宴の星の光はあまりにも眩しく、多くの偽り者、悪人、罪人を引きつけてきた。しかし、いくら調和であっても、虚無の自滅者を歓迎することは絶対にない。その自滅者が、周囲のあらゆるものを道連れに、滅ぼそうとしているのなら、なおのことだ。君の力は明らかに、眠る無双者の贈り物。そこが見えず、まるで深淵から流れ出る支流のように、生きとし生ける者に死と罪をもたらす。黄泉、まさにその名の通りだ。これは彼岸から来た者の忠告だと思ってくれ。ピノコニーは調和の道から外れている。それは私よりもあなたの方がよくわかっているはずだ。あなたたちの目的が何であれ、私には一つの結末しか見えない。
それは果てしない虚無。その影の中で溺れ死んだ全ての世界と同じようにな。先ほどの奇妙な光景はクラークフィルムランドの機械の故障によるものです。ファミリーがすぐに現場を封鎖しましたので怪我人は出ていません。皆さんどうかご安心ください。あれは絶対に映画の撮影なんかじゃないよ。たくさんのチップが空から降ってきて1枚拾ったんだけど、あっという間に跡形もなく消えちゃったんだ。それってクラークフィルムランドの事故のこと？そうだけど、どうして？ロビンさん、見間違いじゃないよね？緊張しないで。美しい夢の旅に変な思い出を残してごめんなさい。あなたが言っていたチップのことが気になって、もう少し詳しく話してもらえないかしら。そのよく見るチップだよ。カラフルでジャラジャラって雨みたいに降ってきたんだ。そしてそのチップはそのまま消えてしまったのね。それは多分ハイリスケが長い時間をかけて準備してきた義務技術ね。ロビンさん、それってあのチップは全部演出だったってこと？でも僕は確かに。これはまだ公開されていない技術なの。本当は調和セレモニーでお披露目するはずだったのだけれど、思わぬ形で外に漏れてしまったみたい。秘密にしておいてくれないかしら。その幻のチップの雨は私の公演で使う予定のものだから。そうだったんだ。それなら納得だよ。調和セレモニーを成功させるためだもん。全力で協力するね。ありがとう。お返しにちょっとしたプレゼントをあげるわ。このボタンは？調和セレモニーの特定のタイミングでそれを押せばサプライズがあるかもしれないよ。さて、他のゲストも困っているみたいだから、私はこれで失礼するわ。引き続きこの無境を楽しんでね。こんなにたくさんの人が話題にしてるなんて。フィルムランドの騒ぎは本当に大きかったみたいね。安心して、他の人には言わないから。ロビンさんの公演楽しみにしてるね。フィルムランドの騒ぎは本当に大きかったみたいね。ファミリーは無境におけるゲストの安全を約束しています。ですが、私はこの目で見たのです。有機生命体の一団がフィルムランドに向かい、その後空が切り裂かれ、虚空から黒い雨がにじみ出てきたところを、ファミリーから納得のいく説明がなければ、私はすぐにでも妻を連れて現実世界に戻ります。無境が楽園でなくなればここに留まる理由もありませんから。どうやらなかなかの場数を踏んできたようね。招かれざる客が無境に入り込んだのは間違いないけれど、彼らのターゲットは一般のゲストじゃなくてカンパニーの使者よ。ファミリーは何があっても絶対にゲストたちの安全を最優先に考えるわ。ロビンさん、ハウンド家がフィルムランドを封鎖したことは知っています。
ファミリーならこの事態を適切にコントロールできるでしょうが、そんなことをしても何の役にも立ちません。ファミリーは名誉を守るためにあらゆる手を尽くすでしょう。ですが私は客として自分の命を懸けたいとは思いませんので。でも見ての通り、今回の事故では一般人は誰も影響を受けていないわ。無境は約束したような完璧なものではないかもしれないけれど、ファミリーが収めている美しい夢よりも安全な場所なんてない。このことはあなたの方がよくわかっているでしょ。実際こんな事故が現実世界で起きたとしたら、どれだけの人が無事でいられるかしら。ここに残っても構いません。ですが覚えておいていただきたい。客がピノコニーに来るのは無境を楽しむため。ファミリーとカンパニーのいざこざに巻き込まれたくはありませんので、今後は余計なトラブルが起きないようにしてください。ええ、もちろん。調和セレモニーの開幕が目前に迫っているんだもの。私たちも準備に全力を尽くすから安心して。お詫びの印としてファミリーからゲストにちょっとしたプレゼントを用意したの。素敵なゲストさん、理解してくれてありがとう。ごめんなさい、ここで何かあったの？ああ、大したことじゃないんだ。クラークフィルムランドのリハーサルで事故があっただけだから、ゲストの方はご心配なく。おい、このバカ、ロビンさんを知らないのか？誰と話してると思ってるんだ？申し訳ありません。ハウンド家に移ってから日が浅く、その町での仕事に不慣れなもので気がつきませんでした。大変申し訳ございませんでした。そんなに緊張しないで。お仕事お疲れ様。今の状況はどう？問題ないかしら？ご報告いたします。フィルムランドはすでに封鎖しました。ゲストのほとんどは夢の中の奇妙な光景に慣れているので、今のところ危険はありません。すぐに秩序回復できるものと思われます。ロビンさん、ご安心ください。我々も巡回を強化して何も問題が起こらないようにいたしますので。あなたたちのことは信じているわ。でもフィルムランドで起きたことについてハウンドの皆さんはどう思っているのかしら。大丈夫だから本心を教えてちょうだい。それは実は事件が起きる少し前に現場にいたのですが、カンパニーの死者がよからぬことを企んでいるというのは本当なのですか？それにあの巡回レンジャー、いとも簡単に空を切り裂きました。ロビンさん、正直に申しますと、みんな心配して噂しています。これほど多くの派閥がピノコニーに集まるだけでも人々を不安にさせているというのに。あなたたちのファミリーへの忠誠に感謝するわ。宴の星は今確かにちょっとしたトラブルに見舞われている。あのカンパニーの代表はピノコニーの所有権を取り戻そうと強硬手段を取る準備までしていたの。もちろんファミリーは同意してないわ。交渉が決裂した結果はあなたたちの見ての通りよ。なるほど。カンパニーの社員は無境に入ることを禁じられていると聞きましたが、それが理由だったんですね。それで騒動を起こした奴は捕まったんですか？安心して、サンデーが彼の行方を追ってるからすぐに結果が出ると思うわ。でもこうなった以上カンパニーも簡単には手を引かないでしょうから、無境の秩序の維持はあなたたちに任せるわね。ご安心ください、ロビンさん。しっかり任務を遂行してカンパニーの連中の思い通りにはさせませんから。面倒をかけるわね。もし他のメンバーが不安を感じていたら私の言葉を伝えてちょうだい。無境を守るには
みんなで協力して頑張らないといけないから。これはアイリス家がゲストたちのために用意したプレゼントよ。よかったらあなたたちも受け取って。調和セレモニーで開ければ思いがけないサプライズがあるわ。ロビンさんからプレゼントをいただけるなんて、まるで夢のようです。あ、いや、私はもう夢の中にいるんでしたね。本当に誰かが因縁をつけてきたとしても、我々は戦うことを恐れません。ご安心ください。無教の平和と秩序はハウンドが守りますので。コンセントスタート。ロビンさん、あの宇宙に名を馳せるスーパースター、ロビンさんですか？こんなところでファンに会えるなんて光栄だわ。美しい夢に満ち溢れた世界、ピノコニーへようこそ。まさか本物に会えるなんて。今は調和セレモニーの準備をしてる最中じゃないんですか？ステージの準備はもちろん大切だけど、セレモニーを開催するのは皆さんにデウムのハーモニーを伝えるためだもの。皆さんと一緒に歌える機会があるなら拒んだりはしないわ。さっきの事故で一部のゲストには嫌な思いをさせてしまったから、ファミリーの一員として皆さんに謝罪するのは当然でしょ。あれは本当に事故なんですか？僕、雨のように降ってくるチップを見ました。それから空を切り裂く赤い光も。特殊効果にしては少しリアルすぎませんか？あの気前のいい男性にも会いましたが、様子がおかしくてずっと独り言をつぶやいていました。それも脚本の一部なんでしょうか？皆さん、どうか慌てないで。ファミリーが皆さんに満足のいく返事をするはずだから。いくらロビンさんにそう言われてもとても信じられません。どうしても忠告を聞き入れない人っているわよね。キリがない。私も疲れちゃうわ。ロビンさん、でも乗りかかった船だし仕方ないか。私、いい人で有名だもんね。あれ、今何をしてたんだっけ？あなたは？このプレゼントを受け取って、ゲストちゃん。これはファミリーが君のために特別に用意したものなんだよ。しっかり持っててね、調和セレモニーが始まるまで。そして演目のクライマックスで周りの人と一緒にこのボタンを押すの。もしかしたらすごく面白いことが起こるかも。全てが原点に戻った。以前ここから黄金の時に入った君は、今度は本当のピノコニーに足を踏み入れることになる。もう一度君に同行できて本当に嬉しい。やっと全部君に話せる。見ての通り、私のもう一つの名前は性格ハンターサムなんだ。疑問だらけなのは分かってる。私たちが知らない無境の中で死に遭遇したことは覚えてる。あの時私はミームに捕まって、あれが私を殺そうとした瞬間、その恐ろしい瞳の中にもう一つの無境の影を見たの。私は脚本のヒントをもとにそのミームについていくつか推測した。そこで銀狼に招待状を出してもらって、みんなを夢の中のホテルへ誘い込んだんだ。
本当は君たちの前で死を呼び出してもっと直接的な方法で真実を伝えようと思ってたの。でもそんな考えとは裏腹に、私は脚本に背くことができないばかりか、君に説明する時間すらなかった。君が見た通り、私は死の刃に貫かれた。濃い浴室の重圧、それが頭の中で弾けて、まるで現実みたいだった。でもね、その一瞬の麻痺が消えた後、自分の体が無傷だってことに気づいたんだ。やっぱり私は生きてた。そして思った通り、美しい夢とは全く違う場所にたどり着いてたの。ピノコニーの無境の下にはもう一つ、もっと原始的で混沌とした記憶域が隠されてた。その名前は流刑の地。そこで私は無境のホテルに戻って、その存在を君に伝えようとした。でもまだ自分の正体を明かすわけにはいかなかったから、どうにかして君の同行者の注意をそらして君を戦場から連れ出そうとしたの。だけど私の試みは全部失敗に終わっちゃった。ついさっき、血みたいに赤い斬撃が夢の高い塀を切り裂いて、君たちをこの深い無境に落としたことで、やっと君や仲間たちを一人ずつ目覚めさせることができたんだ。これが今までに起きたことの全容。全部を無条件に信じるのは難しいかもしれないけど、これだけは言わせて。君は今最後の答えにすごく近いところまで来てる。あと一歩で私は君に証明できるの。それじゃあここから出よう。目を閉じて、そのまま深呼吸して、心の中に無境の輪郭を描いて。絶対に目を開けちゃダメだからね。3、2、1。怖がらなくて大丈夫。私たちの迎えが来たから。君にこんなことができるなんて知らなかった。運転免許持ってるの？ああ。それはなんていうか意外だね。なぜだ。ここが罪悪の都市イアペラーだからか。いや、なんでもない。ただもう君は二重システム時間も寝てないなって思って。大丈夫？大丈夫だ。死ぬことはない。俺もお前も同じだ。私はどうかな。あ、やっぱりスピード落として。潜入成功だ。いつでもサムを起動していいぞ。脚本の次のシーンまでまだ時間がある。もう少しだけこの体でいさせて。長いトンネルだね。出発した時はこんなに長いと思わなかった。反システム時間を、このトンネルが俺たちをカフカのところまで導いてくれる。その名もヤペラーブラザーフットは滅亡する。それも全部脚本なの？お前の脚本の中にもある。え、ごめん、気づいてなかった。お前が恋に無視しようと、
あいつらの運命は変わらない。言ったはずだ、悪い癖だと。じゃあ君は、今度こそ君が望む死を手に入れられるの？いつも通り空白だ。俺が求めるものはこの星にはない。なぜ急にそんなことを聞く？疲れた運転手の車に乗ってるからだよ。私は無事に目的地にたどり着きたいの。この車には自動運転機能がついている。俺はハンドルに手を置いているだけだ。これでいいか？冗談なのに、エリアはいつも運命は一つだけで誰もそれを避けることはできないって言ってるよね。あの人には未来が見えて、私たちも同じように自分の定められた結末を知ってる。でもその瞬間が訪れるまで、人は自分の意思でやりたいことを選択できる。私たちにはその権利がある。そうでしょ？今日が終わればヤペラーの名は銀河の歴史から消える。そして陛下鑑定が奴らにとって変わり、近い将来招待状を受け取るだろう。それがお前の次の目的地だ。夢の地、ピノコに。そこでお前の求める答えが見つかること、あるいは解脱を得られることを祈っている。君が無事で本当に良かった。目を閉じる、それが答えなんだ。不思議だよね。私たちがずっと死と思ってた怪物は、本当は流刑の地の番人なの。あれはある特定の法則に従って美しい夢に浸っている人を連れ去り、ここへ連れてくるんだよ。俺たちが悩んでいた無境の中に本当の死は存在するのかという問題は、どうやら黒幕が仕掛けた思考の罠だったらしい。人々の失踪の真実、そしてこのドリームリーフと呼ばれる城塞を隠すためのものだったんだ。あのミームの出現は全て時計屋に関係している。ドリームリーフが人々を連れ去る目的地なら、俺たちを悩ませ続けてきた多くの疑問についてもここで解決の糸口を見つけられるに違いない。ここの雰囲気は美しい夢とは全然違う。みんなゆったりとした生活を送ってて、ファミリーみたいな管理者は存在しない。精神状態も少しぼんやりしてる。でも住民たちの断片的な言葉の中に聞き覚えのある名前があったの。ギャラガーっていう名前がね。またその男か。いつも肝心な場面で都合よく現れるな。おかげで探す手間が省けるが、姫子となのかは先に言っている。俺たちも気を取り直して出発しよう。本当の無境、流刑の地。出発前にみんなともう少し話した方がいいかも。列車の対立は避けられなかった。だから
予言の束縛を打ち破ろうとしたんだけど、今の流れにするだけで精一杯だったの。あと私のわがままもあるかな。サムとしてじゃなくて、ホタルとして君たちと一緒にいたかったんだ。ありがとう。エリオからの指示は一つだけ。請求列車に一緒に大いなる遺産を負わせること。つまり時計屋の遺産は開拓の旅、そして君にとっても重要な意味を持っているってことだよ。前までのエリオの脚本では特定の性格を中心に話が展開されてた。でも君が現れてからはそのルールが当てはまらなくなったみたい。多分彼も未来に不可能なことを見たんだと思う。君に話した医療カプセルのことを覚えてる？それがサム。早急戦線グラモスの鉄器、ファイアフライ4戦略教習装甲。それは私の命の揺りかごで、私がこの世界に生まれた意味。ずっと世界が私に求める姿だった。ドリームリーフの時間の流れは現実世界とは違うから、くれぐれも注意してね。君は奥室に敏感だから、少しでも気を抜くとこの記憶域の中で迷っちゃうかもしれない。何か気になることがあるなら、ちゃんと一緒に話し合おう。ヨミさんがなかなか刀を抜こうとしなかったのもうなずける。あの簡素な鞘に、あれほど恐ろしい力が秘められていたとは思いもしなかった。アベンチュリンさんの力が、孫悟に由来するものでなければ、無境全体に影響が出ていただろうな。そのことを負担に感じる必要はない。君の体内にあるあの性格がなくても、アベンチュリンさんは他の方法で目的を達成するだろう。今はヨミさんを信じよう。彼女の実力を考えれば、俺たちが心配する必要はない。君たちが調査を進める中で、彼は重要な情報を提供してくれた。ミハイル、かつての時計屋はファミリーと一緒に現在のピノコニーを築き、そして何らかの理由でファミリーと決別したと。だが問題はそこにある。君たちは明らかに凶悪事件の調査をしていたのに、保安官である彼はなぜ話題を変え、自分や時計屋の過去を語り始めたのか。そして今その名前が再び蛍さんの口から出た以上、疑念を抱かざるを得ない。君を見つける前に、彼女は自分が性格ハンターであることを明かし、多くの情報を共有してくれた。まさかあの妖怪騎士の正体が少女だったとはな。彼女にとってこれは決して軽々しく他人に話せる秘密じゃない。それを考えると、向こうに協力する意思があるということは信じてもいいだろう。だが、だからといって彼女が全ての秘密を明かしたとは思えない。なんとなくだが、あの少女の状態は夢の中にいる普通の人とは違う気がする。危険がなければいいんだが。
君の気持ちが落ち着いたならそれでいい。準備ができたら出発しよう。遠方時計屋の遺産がここにある。これほど巨大なクロックボーイが、あの時計屋もドリームリーフに力強い痕跡を残したようだな。城塞の雰囲気、美しい夢とは全く違うな。初めて見た時は私も驚いた。ここの空ってまるで12の無境が反射した影みたいだよね。もっと不思議なのは、ここも貿易エリアと居住エリアに分かれていて、質素だけど何もかも揃ってるってところかな。かなりの人数がここで生活してるみたい。二つの無境は雰囲気こそ異なるが、建物のスタイルに大きな違いはない。まるで同じ建築家の作品のようだ。この類似性の裏にあるつながりも気になるところだが、考えていても仕方ない。とにかく姫子たちと合流しよう。この道を右に曲がると貿易エリアだよ。そこなら人が多いから、彼女たちの居場所を知っている人がいるかもしれない。君は一緒に行かないのか？請求列車の人たちはまず仲間内で話し合う必要があるでしょう。私はその間にギャラガーさんを探してみる。わかった。後で連絡を取り合おう。言ったか、ホタルさんが本当に信用に値する人物なのか判断するには、もう少し注意して見ておく必要がある。が、その前に話したい人がいるんだ。一緒に行こう。君も気づいてるだろ。
あ、あそこだ。ホテルレバリーのドアボーイ。どうして彼がここにいる？しかもよりによってヨミさんが夢を切り裂いてからそれほど経っていない今という時に。念のため確認した方がいいだろう。ぴったりだ。誰にも迷惑はかけてないぞ。あれ、この前のお客様じゃありませんか？また会いましたね。お隣の方は、自己紹介を忘れてました。僕はドアボーイのミーシャと言います。こんにちはミーシャ。俺はベルトだ。夢に入る時にもあったな。ん？隣にいるのはチクタク。馴染みの友達と新しい友達、ハイタッチしよう。君は記憶域ミームか？そうじゃありません。クロックボーイは僕の友達です。僕たちの家はここにあるんです。お客様たちはどうやってここに来たんですか？この無境は外部には開放されていないはずなのですが。あ、もしかしてネムが？今ここに家があると言ったか？はい。なのでいつも美しい夢での仕事が終わったらここに帰ってくるんです。以前は簡単に移動できたんですが、自由に往来できなくなってからはずっとネムがみんなを連れて2つの無境の間を行ったり来たりしてくれてるんですよ。そのネムというのはどんな見た目をしているのか教えてもらえるか？ネムは記憶域ミームで、大きな目がたくさんあって、見た目はちょっと怖いかもしれません。でも実際は従順で、あとネムの面倒はずっとギャラガーさんが見てくれてるんです。今の説明を聞くに、そのミームが死であることは間違いない。ファミリーは悪夢とみなしているが、こちらの住民にとっては事実は全く異なるようだ。死って言いました？夢の中に死なんてあるわけないじゃないですか。確かにネムは凶暴で、たまに罪のない旅行者を間違って連れてくることもありますけど、絶対に危害を加えることはありません。それならこの数日でそいつがゲストを連れて帰ってきたかどうか教えてくれないか？実は俺たちは夢の中で起きた失踪事件について調べてるんだ。そうだったんですか。それならギャラガーさんと話した方がいいと思うんですが、ギャラガーさんは今オーク家からの訪問者の相手をしているそうで、邪魔しないようにという指示が出ているんですよね。ベルトさん、あなたたちが探してる人ってもしかしてロビンさんですか？やっぱりか。ホタルさんの霊があるからこれも予想の範囲内だな。ロビンさんを探してるなら僕が案内しましょうか？外からのお客様には会っても構わないとロビンさんから言われていますので。それは助かる。あとはぐれた仲間を探してるんだ。赤い髪の女性でピンクの髪の女の子が一緒にいるはずなんだが、何か心当たりはないか？それはわかりませんね。でも安心してください。ドリームリーフは美しい夢のように大きくも賑やかでもありませんが、治安はとってもいいですから。こういうのはどうですか？お客様たちがドリームリーフを訪れるのは初めてのことですから、僕がガイド役になってまずはお連れの方を探しましょう。それから一緒にロビンさんに会いに行くんです。ロビンさんは子供たちに会うためグリッサさんのところに行きました。
しばらくはそこにいるでしょうから、時間的にも間に合うかと。わかった、それで行こう。これでピノコニーを騒がせていた2件の殺人事件の答えが出たな。だが黒幕の意図はさらに分からなくなってしまった。ああ、俺もそう思う。まだ確信はないが、とにかく彼を見つけなければ。ところで君は前に自分だけに見えるクロックボーイに会ったと言っていたな。なんだか不思議な感じだな。まさか俺の子供心も。いや、そんなことは重要じゃない。とりあえずミーシャについていこう。